北海道空襲は第二次世界大戦末期の1945年7月14日から15日にかけてアメリカ海軍空母機動部隊の艦載機が北海道各地で行った空襲の総称。太平洋戦争末期、日本海軍は政海権を失い、日本列島沿岸部にまでアメリカ海軍艦艇の接近を許す状態となった。 アメリカ海軍の第38任務部隊は北海道の南部から上別市の沖合へと展開していった。13隻の航空母艦から延べ3000機以上もの艦載機を発進させ、ルモイシー南の北海道の主要都市に無差別爆撃及び機銃掃射を行った。船舶に対しては雷撃も行われた。特に軍需産業の生産地であった室蘭市、釧路市、 根室市への空襲は大規模だった。なお、本州以南の日本本土に多く飛来した戦略爆撃機 B-29 は基地であるサイパン島や岩大島からでは北海道が航続距離の面で往復が厳しかったが、1945年5月末から飛来がたびたび目撃され、電単や照明弾を投下していった。空襲直後のねむろ出撃当日の 北海道地方は、雲がかかり、視界が悪く、ほとんどが、本来の攻撃目標に到達できず、根室市や釧路市といった沿岸の都市を除けば、各期独自の判断で、手当たり次第に攻撃を加えている。特に被害の大きかった都市は次の3市である。函館市、小樽市、帯広市、旭川市や、戦略上全く意味のない農村部も攻撃され、 一般市民を中心に死者2000人を超える被害を出した。またこの空襲を通じて、千島列島から北海道、北海道から本州を結ぶ航路の船舶も攻撃対象となり、多くの船が撃沈、または大破の被害を受け、ほとんどの航路が機能を失った。大動脈である、青函連絡船も、全連絡船12隻が被害を受け、壊滅状態となった。 一方で、道庁所在地である札幌市は空襲はあったものの死者は、岡玉の農家の男性一人のみで、被害はほぼ皆無だったという。京都市と並んで空襲をほぼ免れた大都市であり、現在は人口で東京、横浜市、大阪市、名古屋市に次ぐ国内第5の大都市であるにもかかわらず、珍しく多くの犠牲者を出さなかった都市でもある。 ありがとうございます。